町長さんは、市川新一による日本の長編時代小説。長崎新聞に2006年5月5日から2008年5月3日まで、連載、講談社より2008年10月1日に、上下巻にて刊行された。アメリカペンシルベニア州フィラデルフィアの弁護士、ジョン・ルーサー・ロングが1898年に、アメリカのセンチュリー・マガジン1月号に発表した。 短編小説が原作になった、プッチーニのオペラ、蝶々夫人を題材に、明治諸島の長崎に、士族の娘として生まれた少女の、時代に翻弄され幾多の苦難を乗り越え切り開く、人生と、アメリカ軍艦の士官との切ない恋を描く。および、それを原作とした2011年の NHK の、テレビドラマ、市川の脚本により、 町長さん最後の武士の娘と大師 NHK 総合土曜ドラマスペシャルにてテレビドラマ化された。上官明治諸島、お蝶は佐賀の乱で亡くなった父の意思を受け継ぎ、祖母、三和と母、八重の手で新しい学問を学ぶとともに、武士の娘としての心構えも学んだ。しかし祖母と母はこれらで急死し、お蝶は長崎丸山の老舗待合 水月楼の養子となる。幼馴染みの伊作とゆりと再会を果たした。しかし、女学校への進学を約束してくれた、養母、松も休止し、やむなくお蝶は舞妓になる道を歩き始める。下巻舞妓となった蝶々は、アメリカ海軍士官フランクリンと出会う。フランクリンの中に、日本の武士に通じる心意気を感じた蝶々。 二人は互いに惹かれ合い結婚するが、遺作やお幸の心配通り、フランクリンにとって、その結婚は滞在中だけ、仮初めの夫婦生活を過ごす、長崎式結婚だった。しかし、蝶々との暮らしの中でフランクリンは、蝶々に、真実の愛を感じるようになる。そして、蝶々は米国への移住を希望し、フランクリンの子供を、見ごもるが、 事態は予期せぬ方向に向かう。キャストを参照。蝶々さん最後の武士の娘のタイトルで NHK 総合土曜ドラマスペシャルの第3弾として2011年11月19日及び11月26日の21時から22時13分に全公編にて放送された平成23年度文化庁芸術祭参加作品。 主演の宮崎葵にとっては、同局の大河ドラマ、厚姫以来3年ぶりのテレビドラマ出演となった。また、市川新一が脚本を手掛けた最後のテレビドラマとも、なった。主要人物その他町長さん最後の武士の娘に、関するカテゴリー。ありがとうございます。